なんで俺あんなのに突っ込まなくちゃなんねんだろ。そりゃお前好きな女のためだろ。ナデル、なんだ。俺死ぬのかな。多分な。まどうせ死ぬならせいぜいカッコつけな。それもそうだな。よし。その先やっとくんだったぜ。クレールダムール、離れていてもお互いのことがわかるマジックフラワー。いや、セイタ！セイタ！まさかの。あのサイト君が。彼のおかげで我々は助かったのです。ごめんなさい、何もかも私の責任です。陛下、ルイズ、サイト、サイト、いつまでそうやってるつもり、泣き虫ルイズ。お父様が止めるのも聞かずに戦地なんかに行くからツカイマを死なせる羽目になったんです。お姉様、私のせいよ、私のせいでサイト。毅然となさい。あんな使い魔が死んだくらいで。ルイズ、あんな使い魔とは何よ。私にとっては特別だったの。サイトは大切な人だったのよ。ルイズ、出てって、ほっといて、私は一人にして。お姉様、行きましょう。なんかちっぽけな名誉のために死んでしまうなんて。サイト好き、今ならはっきりそう言える。だからお願い。
ただいま、リズ。バカバカバカ、死ぬと思ったじゃないの、バカ。それがさ、妖精に助けられちまって。妖精？ガンダールブ、目を覚ますのです。神の左手ガンダールブ、帰りなさい。あなたの帰るべき場所へ。でけえ。それからしばらく世話になってたんだけど、すげえ胸がでかくてびっくりしたよ。ありゃシエスタやジェシカよりもさらにでかかったな。そう、よかったわね。え？そうなんだ、巨乳の妖精さんなんだ。ルイズさん、あんた大きい胸が好きだもんね。でかいお口が大好きだもんね。ルイズ待て。だったらそのまま妖精さんと暮らして。なんじゃあれは。なんと斎藤さん。まさかこの私に眠りのポーションなんか飲ませたことが許せない。ちょ、ルイズ。サイト、お帰りなさい。ダーリン、生きてたのね。知りたい。相棒、こりゃ7万の敵の方がまだ優しかったんじゃねえか。俺もそう思う。サイトさん。シエスタ。サイトさん、私信じてました。サイトさんは絶対生きてるって。あ、いいと思う。